い、皆さんこんにちは、小坂でございます。本日も9時間9人9の扉やっていこうと思います。前回は4の扉に入るか5の扉に入るか、そこでどうしようかなっていう風にしたところで止めましたが、さあ私はどっちを選ぶと思いますか。さあこれ決めてたんですけど、私はこのまま4の扉に行こうと思います。ヤシロやサンダ、紫と一緒に4の扉に入ろう。初めから悩む必要なんてなかったな。そうだよ、あいつはそばにいてやれるんだ。それでいいじゃないか。何も問題なんてない。このままあの4人を見送ろう。市宮さんたちそろそろ行くみたいですね。みんな印象しましたね。さてと、それじゃな。ええ、気をつけて。血がやばいですね。ひどい。何をしてるんだい。ほら、早く行くよ。お兄ちゃん、靴が血で。いいから早く。それともみんなで仲良く死ぬつもりなのかな。扉が開いている時間は9秒しかないんだよ。結構少ないよね。ごめんお兄ちゃん。急ごう。おい、向こうの様子は。何かわからないのかよ。せめて音だけでも。何か鳴ってるな。さっきと同じ電子音ね。バングルの次元起爆送信機の作動音だろう。うん、大丈夫でしょうか。あった、あったぞ。多分こいつがデッドってやつだろう。うん、さあ早く認証を。電子音がやんだ。止まったぜ。いけたっぽいですね。なあ、大丈夫か。うん、大丈夫。一応デッドの情報を伝えておくね。デッドはレッドと同じデザインをしてて、でも色だけが違うの。なるほど。レッドは赤い色をしてたじゃない。そうだね。だけどレッドは青だから、あとはレッドと何もかも同じ。認証の仕方もね。わかった、ありがとう、助かるよ。では我々は先に進むことにしよう。君たちも気をつけるんだぞ。はいはい。ああ、了解だ。今度はこっちの番だな。そうですね。それじゃあまず俺から。よし、それじゃあ準備はいいな。 OK。 ああ、行きましょう。よし、それじゃあ行こう。さあ、どうなってるかな。なるほど。カウントダウンか。はい、これで閉まる。タイロも立たれたぞ。早く例の装置を見つけないと。そうですね。おい、デッドはどこだ。知らないわよ。知らないじゃねえだろうが、探せ。言われなくても探してるわ。まさか。さあ、デッドはこの部屋のどこかにあるんじゃ。そんな、ない部屋あると思ってるんですか。ああ、くそ、いちいち数えてる余裕なんてねえぞ。とにかく開けていくしかねえ。あ、ない、ダメだ。こっちはダメ、びくともしません。あ、あった、通路の突き当たりだ、走れ。おい、あと何秒だ。知らないわよ。タイムリミットは81秒です。なことは知ってる。残り何秒かって聞いてんだ。急げ。
セットだ、飛びつけ。よし、みんな。うん、オッケー。結構時間がシビアですね。止まったみたいだな。突き当たりもまた扉か。まずはこっちだな。この両開きのドアはまあ開かないよな。鍵を抜こう。なんだこのマーク。オス？水星かな？違いますよ。火星か。これは多分火星のマークだと思います。確かにオスの記号と同じですけどね。でもほら、大階段の近くにも同じようなマークがあったじゃないですか。うんうん、太陽系の星を示すマークが。ああ、そういえば太陽、土星、それに地球もあったな。うんうん、だからこれも多分オスじゃなくて太陽系の火星のマークってことか。だと思います。へえ。あ、サンタはどこだ。ん？ああ、あらかた調べてみたんだがダメだ。他のドアは全部開かねえ。ってことは残るはこの2枚のドアだけってことね。うーん、ルームナンバーですかね。うんうん、左手のドアは B92。 うん、右手のドアは B93 か。開けてみよう。俺は92号室の方をやる。ああ、なら俺は93号室だな。せーの。開いた？おい、開いたぞ。どっちも開いてる。ああ、開いたな。なんか拍子抜けたな。こんなにもあっさり開くとはな。これもゼロの思惑通りってことなのかしら。どうでしょうね。なんだかいいように操られてるみたいで尺に触るわね。とにかくこの二つの部屋、どちらかに先へ進むための手がかりがあるはずよ。うん、探しましょう。私とサンタはこっちの部屋を調べてみるから、純平君と紫さんはそっちを頼むわ。ああ、わかった。了解です。うん、Seek a way out。 うーん、探すのかな、いろいろ。さあ、二等船室92号室、何があるんだろう。さてさて、探すパートになりました。探していきましょうか。ん？不思議な絵ですね。抽象画ってやつでしょうか。なんだか象みたいな鼻をした悪魔が人間の脳みそをチューチューとすすっているように見えます。一体どこからどう見たらそんな風に見えるのだろう。本当だね、こいつの脳みそは一体どうなってるんだ。いっぺんチューチューとすすってみたくなったなるほど。なんか回したりとかするんでしょうかね。壺は？高そうな壺ですね。売りさばいたらいくらぐらいになるんでしょう。盗みか。さて、ワインボトルみたいなのがある。お、隣に行きますか。はい、マッチを手に入れた。うん、調べる。マッチ箱ですね。中には当然マッチが入っています。なるほど。はい。あの、そういえばお前、熱の方は大丈夫なのか？はい、もう全然。あ、ちょっとおでこ見せてみろ。え？確かに熱は下がってるようだな。心配
してくれてるんですか。まあ一応な。バカそんなんじゃねえよ。うそー、ここ選択肢なんだ。メニュー出せます？出せないか。これ好感度関係ありそうだな。好感度を上げておきましょうかね。まあ一応な。ちなみにこれ、ここでルートはいけます？あ、特にあれだな。4の扉行くのと5の扉行くので一応分岐があったんですね、これ多分。なるほど。こっから先のルートは見えないか。うん、 OK でございます。ところで、純平くん。え？純平くんはなんでこんなところにいるんですか？なんでって、みんながいるときに話しただろ。夜、家に帰るとガスマスクの男がいた。白い煙を吸い込んで意識を失った。気がつくと D デッキの船室に。そうだ。でもそれって本当なんですか？は？純平くん、私に何か隠し事してません？え？してねえよ。なんでだよ。だってどう考えてもおかしいじゃないですか。なんで小学校の同級生がこんなところに。それはこっちのセリフだ。お前こそ何か隠してるんじゃないのか。何かって、何をですか。何かをだ。今までに付き合ってきた男性の数とか。あ、知りたいですか。安心してください。18人。え、かける0人です。なんだか出会いがなくって。あ、そっか。とにかく私は何も隠し事なんてしてませんよ。純平くんと同じです。目が覚めたら D デッキの船室に。じゃあこれは一体どういうことなんだよ。なんでゼロは同じ小学校の出身者である俺とお前を選んだんだ。そうですね。被害者の接点をたどれば容疑者につながる。確かセブンさんがそんなことを言ってましたよね。ああ、言ってたな。それで？だから要するにそういうことですよ。やっぱり同級生の誰かが関係してるんじゃないかと。ちょっと狭すぎるよね。心当たりでもあるのか？いいえ、さっぱり。なんだよ。他に学校の関係者って言ったら、担任の先生とか校長先生とか、用務員のおじさんとか給食のおばちゃんとか。どれもピンときませんね。だよな。はい、探索パートの続き。飾り棚だな。その名前とは裏腹に何も飾られてないが、引き出しの中も空っぽですね。よっこいしょ。純平くん、何やってるんですか。ソファーなんかに座ってる場合じゃないでしょ。怒られた。隣のお部屋、水の入ったボトルですね。ここはベッドルーム。起き抜けは喉が渇くからそれで置いてあるんだと思います。こっちは緊張感で喉がカラカラだけどな。たくさん走って汗もかいちゃいましたしね。ねえ純平くん、一緒にシャワー浴びましょうか。冗談ですよ。ちょっとだけ想像してしまった。乾いた喉がさらにカピカピになった。余裕ですね、紫ちゃんが。木製の戸棚ですね。中にはコップとかが入っています。そうか。水色に青い模様の入った布団、綺麗にベッドメイキングされている。めくってみたが、布団の下にはシーツが敷かれているだけだった。うん、そうか。え、これ絵画じゃないな。地図か。船内マップみたいですね。お、こいつはかなり大きな収穫だ。先々役に立ちそうだし持っていこう。はい、
マップ画面の機能が使用可能になりました。なるほど、マップ画面。マップ画面はノベルパート中のみ使用することができる機能ね。脱出パート中のトップビューの画面とは別の機能になります。マップ画面では物語中に入手した船内マップを見ることができます。ノベルパート中に三角でメニューを開きます。メニュー内のマップを選択するとマップ画面へと切り替わります。マップ画面では方向キーで船内マップをスクロールできます。船内マップの緑色の部分をカーソルで調べると各部屋の上面図を見ることができます。なるほど。思ってたよりも随分大きい船なんですね。ああ、全長300メートル近くはありそうだな。豪華客船ってやつでしょうか。と言ってもただの豪華客船じゃなさそうだけどな。内装がレトロすぎるし、懐古趣味にしてはやりすぎだろう。そういえばゼロがこんなことを言ってましたよね。この船とタイタニックには何か関係があるってことでしょうか。なるほど、確かに気になるな。何も関係がなければタイタニックを引き合いに出したりはしないだろうし、うん、もしかしたらこの船、タイタニックのレプリカなんじゃないか、本物のタイタニックなんじゃないか。まあレプリカでしょうね。タイタニックのレプリカなんじゃないか。レプリカ？ああ、実物大の模型みたいなもんだ。誰がそんなものを。マニアだよ、タイタニックの熱狂的なマニアだ。そんなありえないですよ。一体いくらかかると思ってるんですか。さあ見当もつかないが、だがとにかく元が取れればいいわけだろ。元？そうだ、実際に客船として運用してみるとかな。現代によみがえった豪華客船、復刻版タイタニック号世界一周の旅、うんうん、こんなキャッチフレーズだけでもかなり集客が見込めると思うが。そんな縁起の悪い船、好き好んで乗る人がいるでしょうか。史上最悪の海難事故を起こした船ですよ。犠牲者の数は1500名以上。なんだかたたられそうじゃないですか。たたりね。純平くんは信じてないんですか？たたりとか呪いとか。信じているか信じていないか、なんか信じてるって言ってあげた方が紫は良さそうな気がしますよね。ここの選択肢どう関係してくるか分かんないですけどね。とりあえず上で信じているにしましょう。うん、まあ信じてるよ、それなりには。そういうお前はどうなんだよって聞くまでもないか。ええ、私は信じてますよ。タイタニックが沈んだのもそのせいだと思ってますし。そのせいっていうのは？呪いのせいですよ。エジプトのミイラの呪いです。タイタニックにはピラミッドの中から盗掘されたアモンラ神殿の王女のミイラが積まれてたそうなんです。ほう。そのミイラがいわくつきで、関わった人たちは次から次へと謎の死を遂げていったと言われています。ほう。ほら、よく言うじゃないですか、墓を暴く者には災いがもたらされるであろうとか、なんとか。あれですよ、そのミイラのせいでタイタニックは沈んだと。そうです。ところでその王女のミイラなんですけど、とても不思議な、信じられないような特徴があったみたいなんですよね。おう。というと？彼女、驚くほど綺麗だったみたいなんです。綺麗？はい。ミイラなのに？そうです。干からびていたわけでも腐っていたわけでもなく、まるで生きているようだったとか。ああ、それってあれだろ、死老化だったっけ。死体がある特定の環境下に置かれると体内の脂肪分が文字通りろうそくのろうのように変わって。違います。え？違うんです、死老化とかそういうんじゃなくて、
じゃあなんだよ。彼女凍ってたみたいなんです。は？凍ってた？はい、全身がガチガチに。人間の体っておよそ 60% が水分でできてるって言われてるじゃないですか。その水分が全部氷結してたんですよ。発見された時からタイタニックに積み込まれるまでずっと。ほう。凍りついたその体は砂漠の上を運ばれている時でさえ決して溶けることはなかったと言われています。そんなバカな話。信じられませんよね。でも純平くんが知らないだけで、もしかしたら本当にあるかもしれませんよ。俺が知らないだけ？ええ、砂漠でかき氷とか実は常識かもしれません。え？さすがにそれはないだろう。わかりませんよ。それもまた純平くんが知らなかっただけかもしれませんし。砂漠の上でも溶けない氷ってそんなもの存在するのか。いや、仮に存在していたとして、それはもう氷とは呼べないんじゃないか。確かに。さて、お話のパートは終わり。どこ行きましょうか。この不思議な机。ドレッサー、日本語で言うと鏡台です。上には何もないですね。ドレッサーの鏡ですね。そう言って紫は不意に前髪を整え始めた。おいおい、そんなことしてる場合じゃないだろう。誰がいるってわけでもないんだし。いるじゃないですか。誰が？なんで黙ってるんだ。もう、純平くんのバカ。まあ、純平のことですよね。他に何かあるかな。ドレッサーの質だ。特に変わったところはない。あと何かあったかね。マップ。あ、お手洗いか。なるほど。今がこっちがここなので、もう一回戻ってこっち行ってここですね。違った、これ外だ。どこに行くんですか、純平くん。いや、ヤシロたちのいる部屋に。どうして？どうしてって、ちょっと様子を見に行くだけだよ。行けないか。行けなくはないですけど。すぐに戻ってきてくださいね。あ、わかったよ。じゃあ、あとは任せたぞ。はい、任されました。そして向かいの部屋へ。え、行けるの？白黒模様のプレートがはめ込まれている。なんだろうね、足りてない。高そうな壺が置いてある。中は空っぽだ。壺の左側にも部屋があるようだが。そうだね。はいはい、中入ってこうですね。石鹸を置くための台だな。電車は？おお、見ろ純平、壁からキノコが生えているぞ。どっからどう見てもただのシャワーヘッドだろうが。シャワーハンドルね。回してみたけど水は出ないみたい。バスルームの壁よ。壁一面に正方形のタイルが貼られてるわね。ほう。便器の中には何もないか。タンクの中も空っぽだな。トイレットペーパーね、2つあるわ。
にないね。こっちの部屋来れるんだね。来れると思ってなかったな。さてこっちにはろうそく。あら、食台に刺さったろうそくね。なんだか役に立ちそうじゃない。はい、使えますね。多分ろうそくね。鉄の食台に刺さってるわ。ずいぶん太いろうそくだが、火をつけたらかなり明るくなりそうだ。まだ組み合わせては使わないかもしれないけど。そうだ、このマッチでろうそくに火をつければ。はい、火のついたろうそく。これはまあ今から使うんでしょうね。なるほど、ろうそくに火をつけたのか。それを使えば暗闇の中も照らせそうね。暗闇が今から来るのかな。飾りだなってやつだな。高そうな皿だの壺だのが並んでるぜ。見てみよう。あ、これタイルが、あれはめるんじゃない。ここに飾ってあるプレート、どこかで見たような気がするんだけど。ああ、確かにさっきのあれに似てるな。取り出せないのかな。高そうな陶磁器が展示されている。全部一緒かな。高そうな壺が展示されている。高そうな皿が展示されている。高そうな皿が展示されている。これもそうかな。高そうな壺が展示されている。取っ手を掴んでガラスドアを開こうとするが、扉はびくともしない。鍵がかかってるのか。ああ、そうらしい。そこを開くには鍵を探すしかなさそうね。なるほど。高そうな美術品が展示してある。高そうな美術品が展示してある。上もかな。高そうな美術品が展示してある。はい、わかりました。よし、このろうそくの明かりがあれば向こうの部屋を照らせそうだ。ここ暗かったんだね。だけどこの食材持ってると暑いんだよな。できればどこかに置きたいんだが。だったらすぐそこにあるドレッサーの上に置いたらどう。表面は平らだし倒れる心配もないと思うわ。ドレッサーの上か。了解だ。お、ずいぶん明るくなったじゃねえか。これで部屋の中を調べられそうね。はいはい、この引き出し鍵がかかってるわ。開くには鍵が必要ね。鍵がいっぱいいるよ。ドレッサーの鏡ね。だな、特に変わったところはなさそうだぜ。はい、でドレッサーの椅子よ。特に何もない。ライトだな。電球が切れてるかどうかわからねえな。もっともろうそくの明かりを手に入れた今となっちゃう。そんなことはどうでもいいが。はい、ドレッサーの椅子だ。特に変わったところはない。うん、昔の豪華客船の絵が飾られている。もしかしてタイタニック号だろうか。他は？おお、順平、戸棚だ。戸棚があるぞ。何を興奮してるんだお前は。はいはい、寝室の棚といや中には金庫が隠されてるに決まってんだろうが。決まってるのか。しかし、ち、何も入ってねえじゃねえか。期待させやがって。何も入ってない。なんかある。カーテン。はい、カーテンか。端のところに金具がついてるからレールにフックがあればかけられそうだな。でもただのカーテンじゃなさそうね。この質感、防水加工が施されてるみたい。もしかしたらシャワーカーテンじゃないかしら。シャワーカーテンか。ほう、布団の中を覗いてみた。特に怪しいものはない。ほう、シャワーカーテンね。ん、なんだ、急に暗くなったぞ。ろうそくの火が消えたんじゃないかしら。見に行きましょう。ろうそくが切れたか。あ、切れましたね。鏡よ鏡よ鏡さん、この世で一番美しい女性は誰。それはもちろんヤシロさんです。はははは。
極限状態に追い込まれて完全に行っちまったみてえだな。なんか言った？いや、何も。ドレッサーの上にローンの溶けた食材が乗っている。ん？なんだ？食材の芯の部分がちょっとおかしいな。本当だわ。なんだかデコボコしてるみたい。鍵か。はいはい、食材の鍵。その食材、ろうそくを刺す部分が鍵みたいになってるわ。鍵、鍵か。そういや、鍵がかかって開かないところがあったような。なるほど。さて戻りますかね。ここですかね。はい、ガラス戸の鍵穴に食材の芯の部分を差し込んでみた。するとよし、鍵が開いたみたいだ。開けてみよう。開きました。はい、プレートいただきます。ねえ、そのプレートの模様何かに似てると思わない？ああ、そういや見覚えが。特に裏には何もない。なあ順平、ちょっといいか。あ、これやるよ。しおり？なんだよこれ。本でも読めっていうのか？ソファーの隙間に挟まってたんだ。ほう。何の役にも立ちそうもないが、かといって捨てちまうのもなんだろ。うん。だったらお前が持ってればいいじゃないか。俺が世界中で最も嫌いな言葉を知ってるか？ほう。それは4つある。ホープ、フェイス、ラブ、ラックだ。ほう。希望、信頼、愛、幸運？そうだ。それが嫌いな言葉なのか？ああ、悪いか？別に悪くはないが。で、それとこれとどういう関係があるんだよ？四つ葉の意味だよね。四つ葉のクローバーの葉っぱにはな、一枚ずつ意味が込められてるんだよ。うんうん。それが今言った四つの言葉なんだ。要するに花言葉みたいなもんだな。ああ、花じゃないから葉言葉か。リーフワードとでも言うのかね。うんうん。リーフワードね。ホープ、フェイス、ラブ、ラック、希望、信頼、愛、幸運か。うん。ま、とにかくそんなわけでこいつはお前にやるよ。持ってるだけで寒気がしてくるからな。うっ、寒寒。そこまでですか？しおりをどうする？まあ、受け取りましょう。じゃあ、ありがたくもらっておくよ。ふう、すっきりしたぜ。なんか厄介払いができたって感じだ。そんなに嫌いなのかよ、さっきの4つの言葉。ああ、どれも裏切るもんだろ。希望も信頼も愛も、それから運命も。ま、理由はそれだけじゃないんだけどな。ほう？理由？四つ葉のクローバーが嫌いな理由だよ。四っていう数字がどうも好きになれねえんだ。なるほどね。まさか死人の死だからとか言わないよな。アホか、言わねえよ。今日日小学生でも田舎のババアでも、スピリチュアルなんとかにハマってるロハスなセレブでもそんなこと言わねえだろ。じゃあなんで4が嫌いなんだよ。中途半端だからだ。最強でもねえし最弱でもねえ。だから嫌いなんだよ。ほう。逆に好きなのはなんと言っても9だな。もしくは開き直って豚でもいい。負け方が潔いだろ。何の話だよそりゃ。お前株とかってやんねえの？株？株ってあの、はい、おいちょ株の株式の株式の方かなと思ってるんだけど。株式の？ちげえよ、何すっとぼけたこと言ってんだ。違った。まあ、確かに株式の方の株もやらねえこともねえが。お前が株を？おう、なんか文句でもあんのか？おいちょ株ってなんだろう。あ、いや、ちょっと意外だったからついな。あんなもんただのギャンブルだ。勝ち馬にかけりゃそれでいい。難しいことなんて何もないぜ。やけに自信たっぷりな言い方だな。それで
勝ってんのかよ。もちろんだ。数年前にクレイドル製薬の株価がバカみたいに高騰したことがあっただろう。あん時鼻血が出るくらいに儲けさせてもらってな。はあ。ちょっとあんたたちいつまで食べてんのよ。無駄話なんかしてる暇ないでしょ。うん、だそうだ。あの女の逆鱗に触れる前に動こうぜ。別の意味で鼻血を見ることになりそうだからな。いや、ちょっと待てよ。話はまだ。わかったよ。動けばいいんだろ。動けば。動きます。あれは間違えて大丈夫な選択肢だったのかな。さあ、絵を手に入れた。ここにはめるんだよね、多分ね。なあ、ジュンペン、お前が持ってるプレート、もしかしたらこの空いてるところにはめるんじゃないか。なんか模様が似てるみてえだし。そうね、私もそう思うわ。でも、もしそうだとしたら正方形のプレートは3枚必要なはず。3枚全部揃えてからの方がいいんじゃないかしら。ほう、揃えてからじゃないとはめれないのかな。そうかね。なんだ、もうあっちの部屋に行くのか。あまり紫を一人にしておけないしな。お姫様を守るナイト気取りってか。うぅ、寒。なんとでも言え。とにかく俺は行くからな。はい、こっちまだ見てないところがね、ありましたからね。お？いや、これではなく、ここですね。はい。シャワー。シャワーヘッドだ。特に異常はない。シャワーハンドルの隣に青い出っ張り。石鹸置く台のようだ。シャワーハンドルですね。ひねっても水は出ないみたいです。バスルームの壁です。壁一面に正方形のタイルが貼られてますね。このシャワーカーテンはどう使うんだろう。はい、さっき調べたから大丈夫かな。はい、広げてみると結構でかい。ん？あれ？純平くん？そのカーテン、虫食いみたいな穴が開いていますよ。お？虫食いみたいな穴？へえ。はい、正方形のタイルが貼り付けられた壁。幾何学的な模様が並んでいる。カーテン使えないのかな、ここに。シャワーヘッドだ。特に異常はない。戻るか。貼るところが違うのかな。あ、いや、シャワーカーテンだな。閉めてみましょう。特に何もないかな。シャワーカーテンが視界を覆っている。変わったところは特にないですね。無地のシャワーカーテンです。狭いシャワー室の中、紫と二人きり。気まずい空気が流れる。俺は慌ててカーテンを開いた。あー、ここにあるか、シャワーカーテンが。じゃあ向こうの部屋にかけてくるのかな、これは。トイレの中にはっと何もないですね。タンクの中も空っぽです。水さえも入っていません。未使用と使用中のトイレットペーパーが並んでますね。怪しいところは特になさそうです。さてと、リビングに戻るか。はい、戻りましょう。ちょっと向こうの部屋のカーテン見てきますね。どうだったかな。部屋の出入り口だ。通路を挟んだ向かい側にヤシロたちのいる部屋がある。行ってみるか。さて、こっちの奥に行って中に入って、でこっちに向いて、あ、ここだ。なんだ、天井にカーテンレールが取り付けられている。とりあえずあの服にシャワーカーテンをかけてみよう。
はいはい、穴開いてるんですよね。カーテンを広げてみるか。はいはい、穴が開いております。しかしまあ、えらく堂々とした覗き穴だな。ここまで行くとむしろ清々しいぐらいだ。これだけ大きいと見つかること前提ってことかもしれないな。つまり覗かれる方にもそういう趣味があったと。ギブアンドテイク、持ちつ持たれつってことか。あんたたち何くだらないこと言ってんのよ。覗く方向が違うんでしょうね。どう見ればいいかな。どう入ればいいだろう。こっちを覗きたいんだが。正方形のタイルが貼り付けられた壁、幾何学的な模様が並んでいる。あ、これでここか。カーテンを広げてみるか。はいはい、でここのタイルをなんとかしろかな。カーテンの一部に穴が開いている。少し離れたところからその穴を覗き込んでみた。白っぽいタイルが一枚見える。続けて穴に近づき、そのタイルの位置を調べた。するとそれは、上から5行目、右から3列目のタイルであることが分かった。はいはい、今のタイル調べるんでしょうね。これですね。カーテンの穴から見えたのは、上から5行目、右から3列目の白っぽいタイルだった。近づいて凝視してみたが、特に異常はない。拳でコンコンと叩いても何の変化も現れなかった。うん、ということは逆側かな。さあ、向こうのお部屋に行ってみましょうか。純平くん、そんなに彼女が恋しいならいちいちこっちに来なくてもいいわよ。バカ、そんなんじゃねえよ。俺はただ2つの部屋の橋渡し的な役割として。はいはい、そういうことにしといてあげるわ。ここはいいから紫さんのところに行ってあげなさい。さて、タイルをコンコンしていきましょうかね。ここですね。ここだ。目的の場所を軽く叩くとタイルがぐらついているのが分かった。隙間に爪をかけ引き寄せてみる。すると、はいはい、2枚目のプレートですか。バスルームにこんなものが隠されてたなんて。それにしてもよく見つけられましたね。片側はバスルームのタイルの模様に、その裏側は白黒の模様になってるみたいですね。なんかその模様どこかで見たことがあるような。とりあえず2枚ですね。2枚見つけました。あと1枚あるはず。タイルの貼られた壁、上から5行目、右から3列目のタイルが剥がれている。さあ、もう1枚はどこにあるんだろう。なんかアイテムあったかい。あと調べてないところか。他に何かあったかね。出ます、引きます。あと調べてなさそうなところ、調べてなさそうなところ、この水特に何もなかったもんね。額縁の中にはもう何もない。ちなみに船内マップみたいなのは、ここはフローチャートだな。ここのマップはもう見たから、向こうの部屋かな。床とかベッドとか特になかったもんね。布団だ。はい、ベッドの囲いですね。これなら安心して寝返りが打てそうです。私寝相が悪いので。紫の顔がなぜか赤い。何を想像してるんだこいつは。どこか
んね。木製の戸棚だ。中覗いてみたら使えそうなものは特にない。向こうの部屋かな。こっちの部屋はもう特に何もなさそうな気がするんですがね。ドレッサーだ。上には何もない。鏡も特に何もなかったもんね。向こうの部屋見に行ってくるか。あら、場所が、あ、そういえば、あ、でもあれだ、四つ葉のクローバー特に何も言われてなかったよね。こっち行って、こっち行って、向こうの部屋へ。はいはい。で、あとは机、もうこっちは調べられないのかな。暗がりの中にぼんやりと浮かんだベッド。いっそ眠ってしまいたいが、状況的にそれは命取りだろう。まあそうだろうね。こっち真っ暗になっちゃったから、もう特に調べられるものはない気がするけどね。ドレッサーの椅子だ。特に変わったところはない。ドレッサーの上にはもう何もない。ドレッサーの鏡だ。語りかけても返事はない。ないですね、ないですね。あと何か忘れていることはあるかな。開いたけど壺の中とかはあるかな。高そうな陶磁器が展示されている。高そうな壺が展示されている。なさそうですね。なさそうだな。あと何か忘れてそうなもの。おいおい、高そうなソファ置いてんじゃねえか。そうね、持って帰れないのは残念だわ。木製の丸いテーブルだ。ないね、ないですね。特に何もない。うん、なんか忘れてることは。まだいけないよね。額縁の空いたスペースにプレートをはめるとしたら、それは3枚必要だ。プレートを3枚集めてからもう一度来よう。どこだろう。お、ドレッサーの中に鍵があったのか。はい、ドレッサーの鍵。向こうのドレッサー開けてくるんだろうね。鍵ですね。ドレッサーの鍵でしょうか。はいはいはい、なるほど。迷子になっとる、迷子に。こっちじゃなくってこっち行って、ここ開けてぐるっとしてこっち行って、でここ行って、鍵がついてる状態で押し込んだ鍵を回すと、カチリとした感触が伝わってきた。よし、鍵が開いたぞ。はいはい、これでプレートですね。はい、ありました。変わった模様のプレートね。材質はセラミックかしら。特に仕掛けはないようだけど。やっと3枚集まったので、さあ通路の方へ、さあ絵合わせしていきましょうか。額縁の中に1枚のプレートが収まっている。おそらく空いたスペースに3枚のプレートをはめ込めばきっと。よし、やってみよう。お？こうですね。で、これ入れ替えかな？入れ替え。で、こうでいいかな？はい。できたぜ。すると、絵を完成させた直後のことだった。額縁がズリズリと下に向かってスライドしていった。何よこれ。何って見りゃわかんだろ。くぼみだろ。隠し金庫みたいなもんだな。それより見ろよ、何か落ちてるみたいだぜ。鍵かな。火星の鍵、あ、あそこ開けれるじゃないですか。ふお、このマーク、火星のマークじゃねえか。
通路の突き当たりにあったドア、そこの鍵穴のところに記されてたと、その鍵穴のところに記されてたのと同じマークね。ってことはその鍵を使えば多分先に進むことができるはずよ。それにしても一体何なんだこの絵は。私これと似たような絵を見たことがあるわ。ほう。どこで。本の中で。ほう。イギリスの生化学者シールドレイクという人が面白い学説を唱えててね。ほう。それについて書かれた本の中で見たのよ。なるほど。面白い学説って。携帯形成場仮説、あるいは形成的因果作用の仮説とも言うらしいけど。ほう。ああダメだ、聞いただけで頭が痛くなってきそうだ。別にそんなに難しい話じゃないんだけどな。要するに生物の形や行動パターンといったものは目には見えないフィールドを介して伝わっているんじゃないかってことで。ほう。おいおい、それのどこが簡単だって言うんだ。じゃあこう言ったら分かってもらえるかしら。テレパシーのメカニズムに関する仮説。テレパシー。そう、テレパシー。本当はちょっと違うんだけどね。まあざっくり言うとそうなるわ。なんだよテレパシーって。すごいバカにされている。昭和の小学生じゃあるまいし、そんなもんを真面目に研究してる学者がいるとは驚きだね。ええ、そうね、私もそう思うわ。私はただ本を読んだだけで何もその仮説を信じてるわけじゃないもの。擁護するつもりなんてさらさらないわ。単なるとんでも理論、仰々しい言葉を並べ立ててさもありなんと説明しただけの疑似科学。私だってそう思ってる、そう思ってるけど、まあとにかくその本の中で見たのよ、これと似たような絵を、うん、これ何に見える。何ってただの抽象画だろ。白と黒だけで描かれた意味不明な絵だ。そうとしか言いようがない。純平くんはどう、何かに見えない。そうだな、強いて言うなら、お、男性の横顔超錦鯉小型犬、湖に浮かぶ小舟、ふにゃりんぱ、何それふにゃりんぱって。男性の横顔には見えないな、蝶にも見えないな、錦鯉にも見えず小型犬にも見えず、いや何にも見えないからふにゃりんぱにしてみよう。ふにゃりんぱかな。この辺なんかまさにふにゃりんぱの特徴を如実に表してるし。何なのよふにゃりんぱって。ふにゃりんぱはふにゃりんぱだよ、知らないのか。私も知りません。知らないわよそんなもん。おやおや、このご時世にふにゃりんぱを知らない奴がいるとは驚きだな。ふにゃりんぱに対しても失礼だぞ。謝れ、ふにゃりんぱに謝れ、この無礼者が。純平くん、ふざけてるの。はあ、もういいわ、正解を言うわね。これは小型犬よ。ほら、こんな感じで。絵の正体は分かったけど、だから何なんだよ。分かんなかった今の。でもイギリスのあるテレビ局でね、こんな実験をしたの。まずこれと同じような絵を2枚用意する。両方ともパッと見ただけでは分からないんだけど、でも正解を教えられたらもうそれにしか見えなくなってしまうような、そんな絵をね2枚用意したの。片方は帽子をかぶった貴婦人の絵、もう片方はとりあえず分かりやすくするためにこの小型犬の絵だったってことにしておきましょうか。でね、実験を行ったテレビ局はこの2枚の絵をどうしたのかっていうと、まずそれらをこの局の放送電波が届かない遠隔地へと送ったの。アイルランドやアメリカ、アフリカ、ヨーロッパの各地へと。そして被験者が募られた。総数は約1000人。その1000人に対して2枚の絵を見せ、何に見えるかと尋ねたそうよ、うん、結果は次の通り。
貴婦人の絵を見て貴婦人の絵だと分かった人の割合は 9.2%、 小型犬の絵を見て小型犬の絵だと分かった人の割合は 3.9% だった。それから2日後、次にテレビ局は30分の番組の中で小型犬の絵だけを答えとともに流したの、視聴者の数はおよそ200万人。これにより小型犬の絵について正解を知っている者はこの時の放送を境に一気に200万人に増えたわけね、そしてさらに2日が経ち、もう一度世界各地において被験者が募られることになった。今度の数は850人前後。もちろん全員が1回目の被験者とは別人、でも行われたことは全く同じ。2枚の絵を見せて何に見えるかと質問したのよ。すると驚くべき結果が出た。貴婦人の絵を見て貴婦人の絵だと分かった人の割合は 10% だった、前回は 9.2% だったから、まあこれはほぼ誤差の範囲と見ていいわね、問題は小型犬の絵の方。それを見て小型犬の絵だと分かった人の割合は前回が 3.9% だったのに対して今回は 6.8% と大幅に増えていたの。わかる？これが何を意味するのか。繰り返しになるけど被験者たちは番組を見てるはずがないのよ。局のあるイギリスから遠く離れたとこに住んでたんだもの。当然よね。にもかかわらず答えとともに放送された小型犬の方だけ正解率が上がったの。なぜ？どうして？これは一体どういうこと？もしかしてさっき言ってたフィールドとやらが関係してるのか。目には見えないフィールド、答えを知っているものが多ければ多いほどそのフィールドを介して情報が伝わりやすくなるとか。なわけないでしょ。冗談よ冗談、真に受けないでくれる？あ、話したことは全部事実よ。公表されてるものとしてはね。だけど実験の結果は意図的に操作されてる可能性もあるし、多分話題作りのための捏造、やらせ番組だったのよきっと。だよな。びっくりしたぜ。本気で信じてるのかと思っちまったじゃねえか。そんなわけないじゃない。最初に言ったでしょ、単なるとんでも理論か疑似科学だって。そっかそっか。さあ、ヨタ話はこれでおしまい。鍵は手に入ったんだし早く行きましょう。だな。紫も持ってるしね。目には見えないフィールド、携帯形成場仮説か。なんか大事なことっぽいですよね。さて戻りましょうか。よし、通路に出よう。紫は俺が呼んでくるから、お前らは先に扉の前へ。分かったわ。了解だ。はい、では扉をね、多分調べたらみんな合流して次に進むと思いますので、今回の配信はここで一回止めようかなと思います。さあ、この扉の向こうには何が待ち受けているのでしょうか。次回の放送をお楽しみに。今回の動画いかがだったでしょうか。もしちょっとでも楽しめたよっていう方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。また次も小坂と遊ぼう。またね。